はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。今回は巨人の開幕ローテがほぼ固まったと報道がありました。3月29日からの阪神との東京ドーム開幕3連戦は戸郷、グリフィン、高橋、レイ投手、そして続く中日とのバンテリンドーム4戦目以降は山崎、伊織、メンデス、菅野投手で回すと阿部監督が決断したということなんですが、まず久典さん、この開幕ローテ6投手の人選についてはどんな感想ですか？すごいバランスの取れた、いい配信じゃないかなっていうね、ピッチングスタッフ、まあ、ローテーションじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、ね、右行って左挟んで、で、また右っていうふうに、ね、なんかこう、オーソドックスな感じですけど、バランスのいいローテーションを組めたんじゃないかなっていうふうに思いますね。開幕阪神3連戦は大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。今年のジャイアンツはちょっと違うぞっていうところを見せないといけないので、やっぱりここの3連戦で阪神のことをやっぱりね、いい形でその3連戦終われば、ある程度前半はね、優位にこう、運べるんじゃないかなっていうぐらい、僕は大事な3連戦じゃないかなっていうふうに思うんですよね。特にね、去年、優勝してる日本一になってる、阪神ですから、そこはね、やっぱり思いっきり意識をして戦わないといけないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でね、中日戦も、まあ意外と、すごく重要かなっていうふうに思うんですよね。中日もやっぱり戦力をある程度こう整えてきてるはずなんですよね。去年ダメだったから。だからそういう面ではどういう戦いをするのかっていうのもすごく重要な、ね、もちろんどこのチームも大事なんですけど、でもこのやっぱり2カードはすごく大事になってくるような気がするんですよね。特に阪神の3連戦は大事、3人をこうね入れられたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと不安なのがやっぱりグリフィンかな。そのグリフィン投手不安というところの理由なんですが、まあ、おそらくこの直近の2試合のオープン戦ですよね。現時点で3月16日日ハム戦では2回7安打5失点、そしてその前の3月9日オリックス戦では3回7安打6失点という、まあ、内容でした。次回、3月23日ですかね、楽天戦でオープン戦最後の機会とも言われてますが、正直内容ここまでどうでしょう？いや、もう全くですね。去年のね、いい時に比べたらもう全く自分のピッチングができてないっていうところだと思うんですよね。だそういうに関してはやっぱり前回ね、3四球かもう出してるんですよね。自分が思ったところに多分投げれてないっていうのともあるし、ある程度こう甘いところで勝負いっても簡単に打たれてしまうっていうような状況になってるんだと思うんですよね。やっぱりキレ自体がやっぱりなんとなくこう、で映像だけですけど、なんとなくないような気がするんですよね。まあこれはね、打たれたから、打たれてるからそう見えちゃうのかもしれないですけど、まあ大体そういうふうに言われるんですよ。大体ね、打たれてきたら肩が開いてるだとか、球のキレがねえとか、ね、そういうことをこう言われるわけですよ。まあ、まさしくその通りなのかなと思うんですけど、でもちょっとね、いろいろこう改善の余地はだいぶあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なかなかでも今のピッチングじゃ、これ、ローテーション入れとくの怖いですよ。はっきり言って、この阪神3連戦の中で真ん中のね、もしもし戸郷選手が勝っても、次の2戦目って2連勝しなくちゃいけないっていうのはすごく大事なんですよね。で、例えば戸郷選手で負けちゃった時、これもまた2戦目すごく重要なんですよね。連敗はできないっていうところなんで、2戦目ってすごく結構ね、開幕の投手ももちろん重要ですけど、2戦目も結構ポイントは大きいんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからそういうことに関してのグリフィンだと、ちょっと今のこの2戦のね、グリフィンだと厳しいなという感じがしますけどね。グリフィン投手のこの復活の鍵みたいなところは、この短期間、久典さんどうお考えですか？いや、わかんないけど、もうこればっかりはちょっとね、3戦目でいきなり良くなるっていうケースもね、あるので、これはまあ、なんとも言えないですけど、でも今のこの2戦見た中では、ちょっと厳しいんじゃないかななんていうふうに思ってますけどね、3戦目同じような結果になっちゃうんじゃないかなっていうのは、ちょっと不安の要素の方が、僕はちょっと多いですね。この1週間ぐらいで、よっぽどの調整がうまくいったっていうことのことをしなかったら、これ中途半端に3、4回、4回いいね、5安打、3失点、これじゃ多分ね、納得しないと思うんですよね、首脳陣もね。だからもう投げるんだったら5回ね、それこそ3安打0失点とか、それぐらいのね、完璧に抑えていかないといけないと思うので、ちょっとやっぱりハードルはだいぶ上がってるんじゃないかなというふうに思いますけどね。そしてもう一つ、まあ不安といいますか、ちょっと心配なのが高橋礼投手なんですが、3月17日のイースタン、楽天戦で
2度の、打球直撃で負傷降板ということで、左太もも裏ですかね、打球を受けて負傷して降板したというんですよね。よくね、バッターの人がデッドボール当たってそこが内出血して、それがね、肉離れになる、特にももの裏なんでね、硬くなって肉離れしてしまうっていうケースもあるんですよ。まあ、だからそこはちょっと回避しながら、うまくこうやっていかないといけないと思うので、まあね、やっぱりアンダースローで、投げていくと、やっぱりどうしても目線がこうブレたりすることで、ね、やっぱりこうピッチャーライナーに来た時にボンと当たってしまったっていうことなのかなっていうところなんですよね。で、特にバッターはやっぱりああいう変則のピッチャーだったら、やっぱり基本にね、帰ってやっぱりセンター中心にパーンと打っていくっていうのがやっぱり基本だと思うので、まあ、そこに対してね、ピッチャー返しっていうのがうまくこうさばけなかったっていう感じだと思うので、ちょっと心配ですよね。まあ、なんてこともなかったっていうことに、ね、なればいいですけど、まあ、どれぐらいのこう強度でボンと当たってるかっていうのもよりますけどね。まあ、結構な多分勢いで当たってるのかな。まあ、でもその強度ですよね、やっぱりね、当たったところが、その幹部が内出血してね、あれね、すごいんですよ。僕もう太ももに当たって経験あるんですけど、内出血してそれが下がってくるの、下に血が。で、それが厄介らしいんですよね。結構そこがやっぱりこう硬くなったりするんですよ。だからびっくりしますよ。え、立ってるから下にこう落ちていくんでしょうね。すげえ、もう膝の周りまでこうなんか、ま、なんつうの、こう紫色になってるとことはあったんですよ。ちょっとびっくりして、僕、え、こんなんなっちゃうのみたいなね。そういうのもあるので、ちょっとそれもね、本当にケアをしっかり、今のね、やっぱりトレーナーだとか、まあ、そのケアの技術っていうのはね、かなり僕なんかやってた時なんかより全然突出してると思うので、そういうことに関しては、うまく治療ができればね、問題ないんじゃないかなというふうにも。いや、でもやっぱり高橋投手のやっぱアンドスローってなかなかやっぱり、なんだろう、こうジャイアンツにもいなかったタイプなので、これちょっと使って楽しみですよね。どういう、ね、結果が出るのかっていうのもすごく楽しみだと思うので、それはやっぱり見たいなっていう感じしますね。17日のイースタンの楽天戦でも、まあ、3回3分の2を投げて4安打2失点という投球内容でしたから、内容自体は悪くないと思うんですよね。そうですね、自分がね、試したいことだったとかっていうのも多分そのイースタンのあれでやったでしょうし、だからそれに関しては順調にいい形でこう開幕を迎えられそうな、まあ、その足のね、当たった部分はどうこうじゃなくて、自分の中ではああいう形でこういけてるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。でも心配、ちょっと心配ですね。阪神、これ開幕3戦目となると3月31日ですから、まあ、約2週間ぐらいですかね。あとね、怪我の状態にもよりますが、もしかしたらこれ他の方にってこともあり得るんでしょうかね。いや、十分あると思いますね。まあ、そうなった時にやっぱり今年はね、もしグリフィンがダメだった時はここに誰をはめ込むっていうこととかも多分もう阿部監督の中では多分できてると思うんですよ。例えばもしかしたらグリフィン、高橋投手がダメだったとしたら、多分赤星投手と西舘投手かなんかをポンとはめるだけだと思うんですよね。もしかしたらね、ファームのいい状態のいいピッチャーを左をね、ポンとはめるかもしれないし、これはもうちょっとまだまだ、あと公言したと言ってもね、まだ変更できるのは変更できる可能性は十分あるんじゃないかなというふうに思いますね。もしグリフィン投手ダメだった場合、他誰が入ってくるのかってところなんですが、まあ赤星投手、それからまあドラ1の西田投手も候補に上がってますが、サノルさんはこれどなたがそのグリフィン投手の枠に入ってくると思いますか？西田投手を使ってもらいたいというより見てみたいなっていう感じがしますね。先発でどんだけのピッチングをするのか、初めにこう先発で使って見て、もし対応できなかったらそこでね、リリーバーブルペンの方に回ればいいのかななんていうふうに思うので、初めからブルペンだとちょっとロングリリーフ的な感じになっちゃうのかなっていうふうに思うので、だそこはね、対応を 見てるんだと思うんですけど、ブルペンでどういう風な、ピッチができるのかっていうのも見てると思うので、そこは、うまく回すことはできると思うんですけど、でもちょっと先発見てみたいなっていうところですね。で、まあ、あとはね、赤星投手も、まあ、第7先発みたいな、ね、のくくりになっているので、まあ、そこはね、谷間だったり、まあ、もし何かあった時の、ね、サポート役みたいな感じで赤星投手が入るでしょうから、まあ、そこはね、多分ね、赤星投手はそれなりにこなしますよ、やっぱり。
うん、あの球もねそれなりに勢いはあるしコントロールも多い。でもねこれっていうね特別なあれがないんですよね。一つなんかこう突出したものが全体的にこうなんかハイレベルなんですけど、なんか一つポンと抜けてるようなものがないので、うん、だからそういう面ではやられやすくなってしまうのかなって。ちょっとやっぱりスピードとか落ちるとやられてしまうかなっていう。でもねやっぱりいいピッチャーですよね、うん、全体的になんかまとまってるっていうか、うん、だからそういう面では赤星投手なんかね穴開いたところにこうポンとはまるのははまるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、そしてですねその先ほどお名前に挙がったその西舘投手先発で見たいっていうのもあるんですが、阿部監督も名言をちょっとしているところで言うとやっぱり7、8、9のこの勝利の方程式ですね。7回に西舘投手、8回中川投手、9回は大勢投手、この勝利の方程式で今年は行くということもちょっと一部報道されてたりするんですよね、うん、これも楽しみですよね。そうですね、いい形になりそうですね。またやっぱりバランスいいですよね。大勢投手これなんか間に合いそうですね。そうなると、ね、うん、9回8回9回はもう多分これ決まると思うんですよね。右左右でいければこれはいいと思うので、まあ9回はね、まあ右左どっちももうとにかく抑えるピッチャーがいれば一番いいんですよね。7回8回っていうのはやっぱりあの両方左右のいいピッチャーがいてくれるとやっぱり助かりますよね、ブルペンはね。うん、そういう面では西舘投手、中川投手っていうこのね2人がうまく機能すれば、おのずとその3回は、ね、7、8、9は、うん、決まるんじゃないかなっていう感じがするので、まあ中川投手、大勢投手はこれもう間違いないですよ。うん、この2人がね、ブルペンにいてくれたら、もう安心感はもう、チームの安心感は半端ないですよ。はい、さらにその安心感が増す情報といいますか、久森さん、裏方程式というところも実は形成されていると。例えば、7回ケラー投手、8回バルドナード投手、9回が堀田健信投手と、これもまた層が厚くなりましたよね。多分この6人で、ある程度ブルペン、いてくれたら問題なんじゃないかなと思うんですよね。誰がどこで投げようが多分ある程度抑えてくれる、まあある程度というか、まあ、大勢投手と中川投手もうこれ表だとしたら、ね、この2人はもう間違いなく勝ちの鉄板ですよね。金さんというのも鉄板の2人ですよ。ただやっぱりその中であと4人、まあ、西田投手、まあ、バルナード堀田健二、あとこのケラー、この4人ももういればあと、もうこれ例えば僅差で負けてる時、これ多分誰が出てってもひっくり返せるぞっていうような、そんな後半になってくれそうな気がするので、これはちょっとブルペンもなかなかの強烈な感じになってきましたよね。みんな球も速いしな、最近のピッチャーやっぱ球速いよね。うん、いや本当に去年のシーズンオフのブルペン補強が層の厚さに表れているかなと思うんですけれども、一つ久成さん的に期待の若手ということでいつもおっしゃっている井上温人投手、1軍に昇格したという情報が入りました。井上温人投手にも期待、これぜひ先発の一角とか例えばロングリリーフとかそういう可能性も見えてきたのかなと思うんですが、井上温人投手への期待などいかがですか？いや、ね、この前2軍でね先発して、まあ、そこそこ良かったっていう、ね、情報が入ってきているので、まあ、それでねもしかしたらこれもしかしたらですよ、第2戦あるかもしれないですね。そうで、うん、はい、左右を作りたいんであればね、もしかしたらその可能性も十分あるので、その昇格な可能性もなきにしもあらずだと思うので、もしかしたら井上温人を第5戦に持っていく可能性もありますよね。中日の時はヨーリ・メンデス菅野、うん、メンデスをひょっとしたら2番目に上げる可能性も なきにしもあらずじゃないかな。なんかこれちょっと多分これこの話してて飯3杯ビール5杯いけるね。そうです、うん、なんかこれ、うん、ローテーションいろいろ組めたらこれ面白いなっていうので、いろいろなんか考えると、はい、あれなんか面白くなってくるねこれね、飯のこれネタになりますよ本当に、おかずになれるこれ。グリフィン投手もまあ頑張ってほしいんですけど、もしダメだったら統合メンデス高橋レイ、
山崎より井上晴人菅野みたいな、そういうことですよね。可能性もなきにしもあらずじゃないかなっていう。っていうのはやっぱり菅野投手が後ろにいてくれることによってすごく安心感があるわけですよ。まあ井上投手がたとえもしバワってやられちゃった時にブルペンをやっぱりある程度使わなくちゃいけなくなっちゃうんですよね。そうなった時に菅野投手が次の日にいてくれるとある程度長いイニング投げてくれるような気がするのでね。まあもちろんベテランでね、ちょっとやっぱり今も力は前世紀に比べて力は多少あります、落ちますけど、でもやっぱりある程度ゲームを作ってくれるっていうこともあるので、だからそこはそのなんだろう、安心感っていうのはやっぱりチームの中の安心感っていうのはやっぱりありますよね、菅野投手が後ろにいてくれることは。うん、だそういうことに関してはもしかしたらその可能性もなきにしもあらずかなっていう感じがしますね。いや今その菅野投手の話出ましたけれども、これ開幕ローテよく入りましたよね。キャンプ大ベテランが一番乗りでこうブルペン入ってキャンプで、で、まあ、努力を重ねてこう掴み取った開幕ローテみたいなことも考えちゃうんですけど、すみません、この菅野投手の開幕ローテ入りどうですか？素直に嬉しいですよ、やっぱり。ね、あれだけのやっぱり実績があって、あれだけのピッチャーですから、ね、やっぱまだまだもう一踏ん張り、二踏ん張りね、してもらわないと、やっぱりチームのためにならないと思うので。だから、まあ、彼がねやっぱりある程度ローテーションを守る、まあ、勝ち星はその時の運ですからあれですけど、ローテーションを守ってある程度イニングを投げてくれる、まあ、規定投球回数を投げてくれればね、すごくチームとしては助かると思いますし、やっぱりあれだけの存在感のあるピッチャーですからね、いろんなところに影響力を持ってますよ、やっぱり。まあローテーションの中でもそうですし、ピッチャー陣全体の中でもそうだけど、ね、チーム全体の中でも、まあ、あと首脳陣の中でもやっぱりそれだけの存在がいてくれるとやっぱり安心感があるので、ホッとするじゃないけど、あ、なんとかしてくれるだろうなっていう気持ちはすごく、あるんじゃないかなと思いますけどね。でももうその前世紀の時のね、あの時の成績を出せって言ってるわけじゃないんでね、あの時だってもうちょっとやばすぎでしょ、もうすごすぎて、だからもうね、あれの成績を出せって言ってるわけじゃないんで、まあ菅野投手もね、多分本人では自分で分かってるでしょうから、まあ、ある程度ローテーション守るっていうね気持ちではすごくいるんじゃないかなというふうに思いますけどね、はい、ということでですね、ジャイアンツ開幕ローテーション、なんかこの話してると多分もっと話しちゃいそうな気がしますね。はい、まあ本当これでね、さっきも言いましたけど、ご飯3杯は食べれて、ビール5杯は飲めるな、ということで本日はこれまでです。どうもありがとうございました。